皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスッチーパフォーマンスです。今日も元気に改造車紹介したいと思います。紹介してくれるのは富山店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今回紹介する車がこちら、やってまいりました、マカン。マカン。そしてこちらのオーナー様、実は数々ボンドチャンネルで車ご紹介させていただいてるんですよ、ね、そうですね、はい。で、全くブレないですね。ブレないです。そうです。全部車が黒くて、うん、レーシングサウンドっていう。レーシングサウンド。レーシングサウンド。車種はいろいろこう乗り継いでらっしゃいますけど、そうですね。そこは一切ブレないですね。まあ、走りやすい。で、今回紹介する車もしっかり黒ということで。はい、そうですね。ただ、マットじゃないですか、今回。うんうんうん、車種不明感が半端じゃないです。あ、まあまあまあ、横に GTS って書いてあるけどね、何の GTS みたいな、うん、マカンに見えなくなりますね。まあまあ確かにね、マカンってちょっとこのおとなしめなイメージがどうしてもあるから。でもまあ黒だし、はい、そんなに手数を入れたわけじゃないんだけど、はいはい、シックかなと思います。それは富山さんのもう目がバグってます。ちょっと順番に見ていきますけど、これをシックだと思う方はぜひコメントいただきたいです。大人っぽくていいですねなんて言ってたんですけど、それはお客様もバグってます。そうか、はい、でまずこれ今回このマットブラックが、うん、ステルスフィルム。そうですね、まあ何台かね、ステルスのフルラッピング、RS5 とかいろいろ紹介させてもらってるんですけど、なぜそれをおすすめするかっていうと、やっぱ純正でメタリックが入るのって、いろんな純正って純正なりのメタリックが入って、ただの例えばメタリックのブラックのラッピングとかじゃなくて、やっぱりその車種の個性がちゃんと残って、ステルスで奥行きプラスこのキラキラちゃんとあるよっていうのがなんかいいかなと思って。確かにこれフィルムの奥側にメタリックがちゃんと見えるんですよね。そう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 、だからその下地のその塗装が生かされてるという。そう、ちゃんとステルスってやっぱ透明なフィルムだから、光がちゃんと透過して、光が透過するとメタリックのこう粒がガッて返ってくるっていう感じなんだよね。だからメタリックペイントのフィルムだとそんなにこう乱反射しないから、光こう色のベタ感がある。やっぱり輸入車ってね、まあ、このマカンもそうだけど、やっぱスピードも出すし、あ、まあ、スピード出すかはちょっとあれだけど、まあ、スピード出ますからね。飛び石に強いところで言うと、何重にもメリットがあるフィルムじゃないかなと思うんで、おすすめさせてもらってますけどね。傷も防止しつつ、うん、まあ、イメージも変えられるということで。そうだね。ただマットになるじゃないですか、うん、で貼り方すごく重要だと思うんですよ。あ、まあ、確かにね、うん、ちょっと雑に貼っちゃうと、うん、やっぱりこうツヤがあるとこ見えちゃいますし、うんうん、まあ、あとはこうエンブレムのとことか、そうだね、どこまでこう攻めるのか、うんうん、外すのか外さないのか、うん、外さないんだったらどこまで貼るのかっていうのはすごく重要じゃないですか、うん、今回すごく綺麗に貼れてますね。もうパッと見分かんないもんね。しっかりこのボンネットもそうだし、こっちのバンパー側もしっかり貼ってある、うん、全部抜いて、結構複雑な造形ですけどね。そうですね、その車によってその型があるものとないものがあるから、まあ、でも多分マカンは型で抜いてるだろうけど。でも最近ボンドボディでそのフィルムのこと聞いたら、やっぱりその型だと車種ごとにちょっとその個体差じゃないけど、うんうん、ぴったりっていうわけいかないんで、うん、やっぱりちょっと調整する必要があったりとか、うん、業者さんによってはオリジナルの型を持ったりするからみたいですね、うん、だからその辺今回かなり活かされてて、全部貼ってある感じじゃないかなと思います。そしてヘッドライトなんかもこれスモークフィルムが、あ、これスモークフィルム貼ってあるんですか。日中だとあんま分かんないですね。そうですね、こうちょっとこの透け感がやっぱり、まあ、ライトスモークなんでパッと見は分かんないけど、まあまあインナーブラックだし、まあちょっと分かりにくいけど、スモークフィルム前回りのライト類は全部スモークフィルム。なるほど、はい、で今結構ヘッドライト高いじゃないですか、みんな LED で、うんうんうん、だからあらかじめこう傷を防止しとくのは、そう、いやもうそれはもうね、ちょっとそのマストでおすすめしたいっていうか、もう飛び石一発で交換だから。そうですよね、考えたらそうですよね。だもうボディ全面貼るとやっぱり費用かかっちゃいますけど、うん、もうヘッドライトだけっていうのもできるんで、もちろんもちろん、はい、もう買ったらすぐ貼りたいぐらいですよね、ヘッドライトは、ね、はい、こんな感じでここもしっかりやって、まあ、ゲレンデなんか特に、そうですね、もう真ん前向いてるんで、まあ垂直ですしね、そうですね、はい、非常にいいアイテムじゃないかなと思います、はい、そして富山店長曰くシックな足元、うん、これシックスか。まあまあまあ、まあ、キャリパーは赤いけど、はい、その無駄な色が一切ないっていう、まあまあまあ、そうですね、意味合いのシック。だいぶ派手だと思うんですけど、このちょっとトゲトゲデザインの、そうですね、 EH18 の21インチで、まあ、テックアウトの21インチなんかも同じようなサイズですけど、色が、まあ、ブラッシュドブロンズ、まあ、まあ黒ブロンズ、まあ、キャリパーの赤、シック。
違う違います。ただオーナーさんはちょっと僕もお会いしたことあるんで、うん、オーナーさんのイメージでいくともうぴったりです、はい、そうだよね。そうですね。そうか、はい、シックじゃないかもしれないこれホイールちょっと僕メカ的視点でいくと対抗感したくないぐらいこう立体感がフランジのところまでこうスポークが出てて、うん、これちょっと組むときめっちゃ大変なやつですね。そうだね、はい、ちょっとエッジ効いてんだよね BC ってね。なんかこんな感じになってると、うん、そしてキャリパーは赤キャリパー、はい、内装も赤なんで。そうですね、まあちょっとこの目線離すと赤と赤がこう目に入ってくるんでぴったりだなと思います。非常に目立つ足元になっていると、はい、そして今回車高も結構下がってますね。車高そうですね、カーベイ HS でいつものごとくって感じですけど程よく低く適度に。車高もベタベタにしないですもんね、いつも。そうですね、はい、うん、そして HS がその純正ショックを車高調化できるキットですよね。そうです、そうです。だから電子制御の足回りなんかもそのまま使えると。まあ調整式バネっていう、はい、で他にもいろんな車種出てますから。出てます、はい、電子制御の足回りでローダウンしたいなんていうことは非常におすすめの足。そうですね、はい、そしてあとは全部貼ってありますね。全部貼ってあります。あとポイントとしてはちょっとマカンやっぱりボンネットがでかすぎるからなんですかね。1枚張りができないっていうね、ちょっとメリットじゃないとこもありますけど本当にわずかに足んないんですね。そうですね、これフィルムの種類にもよるんですよね。そのグロスだともしかしたらねいけるっていう話もあるけど、結局その幅の設定が規格超えちゃうと、うん、そうですね、継がなくちゃいけなくなっちゃうんで、はい、マカンの場合だとこのプロテクションステルスフィルムを貼るとちょっとここだけ足んなくなるんで。そうですね、だ車種によってはなんかこうルーフがすごく長い大きいやつとか、うんうんうん、ボンネットがすごく長いやつとかはそういう貼り方になる場合もある、うん、そうですね、はい、ただよく見ないとわからないぐらい。そうです、まあパッと見はね、まあ、走ってて気づくようなレベルじゃないんで、はい、そんな気にならないと思いますけど、こんな感じになってます、はい、で当然こういうとことかも、はい、だステルスのデメリットって言ったら全部貼らなくちゃいけないぐらいですか。まあそうだよね、前回りだけとかできないじゃないですか。貼るときは全部貼る。あ、まあまあそのグロスの車だったら。そうですよね、そうだ、マットの車だったら出荷がそんなに離れてないから前回りだけでも OK なんだけど、ね、イメチェンで使うんだったら全部貼る必要がある。そうですね、はい、で今回は全部ここもここも、うん、ルーフも貼ってあるんですね。ルーフも全部です、はいはい、全部貼ってあります。でドアノブなんかもしっかり貼ってある、はい、あとやっぱりこういうとこ傷になるじゃないですか、うん、爪で。そうですね、はい、まあもちろんそこを磨いて落としたりなんかもしますけど。そうですね、これはだからもうアウトハンドルとか全部バラして。あ、そうなんですか。で1枚でちゃんと貼って。あ、そっか、じゃあここつなぎ目がないんですね。ないです、ないです。すごい。あと逆にここだけ貼るなんていうのもできるんですよね。できます。この中だけドアカップフィルムっていうか、まあ、出来合いのものもあればうちになければ作ることもできるんで、はい、それはもう相談いただければ。だからここだけ貼るなんていうのもできますんで、お気軽に、はい、基本どんな車種でも作れます。そしてあとはここはどうなってるんですか、うん、ここだけ純正が残ってる、はい、あ、そうなんすか。ここってマカンなんか素地なんですよね。素地っていうかこの黒なんですよ。そうそう、そう、もうこのまま。なるほど、なんかマットブラックにその GTS が貼ってある、はい、ちょっとこう質感違うのは分かるんですけど、うん、そんなに目立たない、うん、はい、こんな感じになって。でサイドスカートもしっかり貼って、はい、全部貼ってます、はい、そして後ろのホイール、はい、全然シックじゃないですよやっぱりちょっと様子がおかしいぐらい逆ゾリバイガイしてるじゃないですか、はい、いやなんかこう車って、はい、いろんな色が入るじゃない、はい、分かりますよ。そうボディショック、分かりますよ。メッキ、はい、素地、はい、でそのキャリパー、あとなんかこうパーツパーツで、この車に関しては全部で3色しかないしっくりその3色の選んでる色も様子がおかしいし、ホイールのデザインも攻めすぎだと思うんですよ。まあ、ちょっと今 LG 聞いてますけどね、はい、フロントと全然違うっすね、まあ、この逆にえぐりがねかなり入るから、はい、でもうマカンなんでリア車外ホイール履くと295っていうなります、はいはい、もうとんでもサイズが普通に入る、うんうん、はい、こんな感じの車高もリアもちょうどいい感じですね。そうだね、で、まあ、ボディがマットになったから21インチでもすごいこう、まあ、ブロンズのこれクリアなんでツヤ感があるからちょっと大きくも見えるしね。21でもこれだと十分かなっていう。確かに、うん、そしてあと後ろに回っていくと当然全部この辺なんかも、そうですね、はい、はい、全部
で、テールランプも貼ってあるんですか？テールは貼ってないんですよ、このまま、はい、貼ってなかった。これでもちょっと貼るの大変そうですね。いやもう形ね、ちょっとあのマカン複雑すぎるんで、やるとしたらペイントになっちゃう。ああ、なるほどなるほど。あ、そうか、ペイントもできますもんね、うん、はい。あとリア特になんか車種不明感が半端じゃないですけど、確かにね、こうちょっとエンブレムとかもほぼ見えないからねでも一応エンブレムはついてるのはついてるんですよ、うん、はい、マットブラックになって。そうですね、 GTS のエンブレムはついております、はい。そしてマフラーカッター、これ純正のオプションというか選択の。そうですね、ブラッククロー、はいはい、のやつになってると、はい。でスポーツ、スポーツサウンドになってると。じゃあ続いてちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、まだちょっとカスタマイズ終わってないんですよね。そうですね、あの純正でカーボンステアリングなんかを使用があるんで、それがまあちょっとつくかどうか。なるほど、まあ、つくならつけましょう。なるほど、まあ、あとちょっと金額がねどれぐらいするのかなってありますけど、まあ、多分つけるんだと思います。もうちょっとカスタマイズが進みそうです、はい。そしてあのポルシェといえばやっぱりテックアウトがありますから。うんうん、ステアリングね、はい、あのカーボンも出てるし、まあ、あと外装パーツ、今回ちょっとシックにってことなんで、そうですね、まあ、エアロパーツはついてないですけど、はい、まあ、基本的にテックアウトであればいろんなもの、タイホイールだったりとか、うん、はい、内装パーツいろいろありますので、はい、まあ、そういったカスタマイズをしてもいいのかなと。そうですね、はい、はい、思います。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。